これ虫ポイントだね。虫ポイントですね。食べたくないけど食べとくか。まずい。まずい。サムの血液量が回復。ああ、出血すぎると転びやすくなり移動する力が鈍ります。クリープ、虫を食べることで瞬時に回復できると。あそこに届けてくればいいんだね。サム、はい。トキオに長時間さらされると荷物ケースが劣化してしまう。なるほどね。トキオが降っている場所には長居するなよ。なるほど。これ先に収めてくるかしたら。クリックでこれレーダーになるんだ、ね、取得するができないと。なんだ？いるのか？いるのか？パタパタ来てる。パタパタは来てんだけどさ、荷物気にしない方がいいかな。あ、やべ、パタパタ来てる。いましたね。向いてる方に敵がいるの？なるほど、そういうことか。今ね、目の前にいました、いました。ほら、あそこにいるじゃん。あれを避けていけばいいんだ。ここに今、ここにも今いたね。でかっ！アイラル通信接続入れ方って、ああ、いますね、いますね、いますね。落ち着け。ここにはしご、はしごでもかけようか。いいか、いらないか。パタパタの方向を見ればいいんだよね。パタパタしてますね。パタパタしてるね。
めっちゃ重いんですけど。あ、いますね。そこいますね。そこいますね。いますね。そこにもいますね。いますね。スキルか。くるくるしたらすぐ近くらしいぞ。なるほどね。くるくるしたら近いと。とりあえずこの川を渡りたいんだけど、どっか渡りそうなとこないかな。はしごかけるか、そろそろはしご届くかな、これ。はしご通ってみようか。はしご届くかな。あ、全然届きません。全然届かない。パタパタしてるうちは近くないんだな。くるくる回ったら、パタパタがくるくるになったらやばいと。ちょっと俺物資も届けたいな。初めての建設。よし、やったぜ。やったぜ。初めて橋を設置しました。これ荷物がちょっと軽くなるでしょ。え、こっち？あ、サムいいぞ。グッドってやったね。アメリカ合衆国が崩壊したのも。ほぼ水中、わらわら。ほぼもう埋まってましたけどね。あー、ダメだ。衝撃吸収能力が低下してるって。このままで、ちょっと待って、熱く語ってるけどさ。我々が次の世代まで命をつなぐためには BT やデスストランディングの脅威を乗り越えなければならない。全然届かない。全く届く気配がない。岩にはしごか？うん、どうでしょう。あ、やばいですね。吸収性能がなくなりましたね。よしよしよし、もうラスト1個だけど。やばい、もうダメだ。どうや、ダメらしい。こっからは自力で行けと。オッケー、渡った。ちょっと待って、まだあるの。やばい、ここしかも深いじゃん。待って、川の中でゲージを、忍耐ゲージを回復できます。オッケー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 。